ダリーップシン、ダリーップシン、ディリーップシン・ラナ、1972年8月27日イは、アメリカ合衆国のプロレスラー、インドヒマーチャル・プラデーシュ州出身、WWE にて、ザグレート・カリ、ザグレート・カリのリングネームで活動。1993年、警察官となり10時、そのカターラボディビルダーとしても活動、警官を辞職後、 ボディビルダーとして本格的に活動してミスター・インディアの称号を得る。1999年プロレスラーを志して渡米。カリフォルニア州ヘイワードを拠点とするアプエオールプロレスリングに入門。トレーニングを開始。2001年8月12日新日本プロレス両国国技館大会で蝶野正弘からチーム2000の新メンバーとして紹介される。 ジャイアントシン、ジャイアンツシンと名乗り、同じく身長2メートルを超えるジャイアントシルバと、組活動。2002年に行われた、e ワグップタッグ王座決定トーナメント中に二人は、仲間割れ。同年3月には一騎打ちをし、2003年1月、ファンタジーファイトレッセルマイナス1に、囚人ギミックのシンザジャイアントコンビクト、シンザジャイアンツカンビクトの、リングネームで、 ヤンザ・ジャイアントコンビクトタッグを組んで出場。2006年1月2日、WWE と契約を交わし入団。2月2日、参加団体である DSW ・ディープサウスレスリングにてザ・ジャイアントザ・ジャイアンツのリングネームでデビュー。フランキー・シアストと対戦。勝利を飾った。4月7日、スマックダウンにてザ・グレート・カリザ・グレート・カリの リングネームでデビュー。マネージャーにデバリを従え、ジ・アンダーテイカーを襲撃したことが、きっかけとなり、構想を展開。ジャジメントデーにてジ・アンダーテイカーに勝利。グレート・アメリカン・バッシュでは、再戦として、竹で囲まれた牢獄の中で対戦する、パンジャーブ・プリズンマッチで試合を行う予定であったが、盲腸の異常のため欠場。2007年、レセルメイニア23にて出場。 ケインと対戦。ケインは映画であるに主演した直後であり、劇中で自らが演じた怪物の持つ狂気、チェーンフックを試合に持ち込む。この試合で、ケインからボディスラムでマットの上に叩きつけられる場面もあったが勝利。試合後、ケインの持ち込んだチェーンフックを用いて首を絞め、失神させた。6月に行われたドラフトにてスマックダウンに移籍。7月22日。 20人、バトルロイヤルを勝ち抜き、プロレスラーとしてのキャリア初となる、WWE 世界ヘビー級王座を獲得。2008年、フィンレイ、ホーンスワグルと抗争。2009年5月、ドルフ・ジグラーと抗争を開始。6月28日、ザ・バッシュでノーディー級戦で対戦するが試合途中に、ケインが乱入。スティールチェアーで襲撃にあった後、ジグラーにホールされ敗戦。 これが、きっかけとなり、ケインとの交渉を開始する。このケインとの交渉中に、りの通訳をしている、ランジンシンが、アングル上で弟だと発覚。2010年、マット・ハーディーと組んで、タック戦線で活動。4月、スマックダウンでジグラーとの試合後、インドに帰国して休養すると宣言。しかし、以降は、何事もなかったかのように RAW に出場。 4月、追加ドラフトにより、通訳兼マネージャーのランジンシンと共に、RAW へ移籍。レッセルメイニア x バイでは、ダークマッチの22人、バトルロイヤルで優勝した。2012年、ロイヤルランブルに15番目として、電撃復帰。5月、エゼキエル・ジャクソンとタッグを組み NXT に登場。11月には、ナタリアとカップルギミックとなり、また、 ホーンスワグルも携えている。ナタリアがタイソンキットと婚約したことによりこのギミックは、とんざした。2014年11月13日、WWE との契約が満了となり対談。WWE 対談後、2015年11月、インドパンジャーブにて、クエイ、コンチネンタルレスリングエンターテインメントなる団体を、設立。2016年2月24日、 クエイにて、ブロディスティールと対戦。試合途中で、スティールのセコンドであるマイクノックスとアポロの介入により襲撃を受けて、ノーコンテストになる。試合後、頭部と目の負傷を負っていたことで病院へと搬送された。同月28日、ブロディスティールにリベンジマッチを挑む。試合前からスティール、そしてセコンドのマイクノックス、アポロから襲撃を受けてまともに試合をできる状態では、 無くなるが、中盤に、場外で3人に仮チョップを与えて撃退すると、流れを変え、スティールをリング内へ入れ、スティールチェアーで連打して倒すと、ホールを奪い勝利した。2017年2月10日、マサチューセッツ州、ウェブスターを拠点とする、BTW、ビッグタイムレスリングに参戦、ジェイクマニングと対戦。勝利。同月十一日、BTW にて、 ジェフ・ルイス・ニールと対戦。勝利。2017年7月23日、バトルグラウンド2017にて、WWE 王者である、ジンガー・マハル VS、ランディ・オートンによる、パンジャーブ・プリズンマッチでの王座戦が行われる。終盤に、マハルがオートンから、スティールチェアで王座され、オートンに脱出されそうになったところ、バックステージより登場。オートンの首をつかみ、 動きを止めるアシストをすると、マハルが脱出。王座の防衛に貢献した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。